どうも、いつも楽をしたいゲーム配信者、タカオヌスです。本日も探索が更新されましたので、やっていきます。1ウェブ探索で考えます。まず、アラビト神のドリームチャンスですかね。こちらになります。こちら、ちょっと報酬が微妙ですね。指南書の組み合わせが微妙です。どちらかといえば、片方が、構成指南書の方が良かったんですけれども、貨幣に関しては、ランと竹、昇格にも、絵札強化にも、両方とも需要がある貨幣になります。巻物に関しては、微妙ですね。まあ、正直いらないです。敵はサナエさん一人だけですね。 HP が高いんですけれども、赤マリサやチョイフミであれば問題なく倒せます。単体攻撃アタッカーでも行きたいところですが、サナエに関してはこのように単体攻撃体制を使ってきますね。ヒナであれば単体攻撃体制を持っていてもおそらく倒しきれると思います。まあ星5強化必須ではありますが、もう一つは爆発注意報発令中ですね。こちらも報酬の組み合わせが微妙です。指南書も構成指南書がないですし、貨幣に関しては片方が梅とあまり需要のない貨幣です。ただし今回フェスゲンで実装された息吹スイカに関しては、ランク2からランク4に上げるに至って梅の貨幣3を40必要としますので、梅の貨幣の所持数と相談しながらここを回るか決めましょう。巻物に関しては2番目に需要の高い虎の巻をドロップしますので、巻物目当てでも回っても良いかもしれません。敵はネムノとスイカですね。スイカに関しては体制的に攻略しやすいですが、ネムノに関しては貴族性の耐性がありますので、使用するキャラには注意した方がいいかもしれません。ただ、トイフメだと特攻がありますので、トイフメであれば倒しきれると思います。全体攻撃耐性や単体攻撃耐性は使ってきませんので、その辺は安心ですね。トイフメ以外だと、ユーコであれば問題なくご利用せますね。今回追加された1ウェブ探索2種類でしたが、まあ2つのぶっちゃけ微妙なので、前日に実装された探索の方が良いかもしれません。ちなみに私はいたずらだってパワーだよ、もしくは努力と異変は紙一重、こちらを周回しております。詳しい解説は以前の動画に上げておりますので、こちらを参考にしてください。今回の動画はこれでおしまいです。このチャンネルでは東方ロストワードをメインに動画投稿していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。